はい、どうもゆうです。今回はですね、防御力無視スキルのトップ5をご紹介いたします。突然なんですけど、皆さんディフェンダー倒すのって結構苦労したりしませんか？僕結構苦労するんですけど、特にこのカイドウですね。このカイドウは防御力が上がってなければまあまあいけるんですけど、完成したカイドウって本当に手に負えないですよね。攻撃が全然通らなくなっちゃいます。そういう厄介なディフェンダーたちにぶっ刺さるのがこの防御力無視スキルですね。で、この防御力無視のスキルはですね、カイドウに対しては本当に効果てきめんなんですよ。他のディフェンダーよりもカイドウですね。まあその理由もですね、エンディングでお話ししますので、まあぜひぜひ見ていってください。はい、ということで早速順位発表に行きたいとこなんですが、まず順位付けの定義ですね。はい、まずこのスキル攻撃力のところに防御力無視と書いてあることで、こういう多段系スキルは一番攻撃力の高い数字で見ております。それではランキングを見ていきましょう。皆さんも順位予想してみていてください。おそらく1位は当てられないです。それではレッツランキング。はい、まずは第5位ですね。世界を滅ぼす力、攻撃力516。これ初期の白ひげですね。この世界を滅ぼす力って名前だけ聞けば本当に最強のスキルですね。で、このスキル、まあ 100% ではないんですけど、振動状態も付与できるので、まあもう振動状態って言えばもうユメルフィの即死コンボみたいに、もう相手ダウンするまで殴り放題になれるので、まあ結構強いスキルなんじゃないかなと思いますね。まあこの白ひげも今はもうリーグで使えるっていうキャラではないんですけど、まあ昔のキャラ使いたいとか、今の環境じゃないキャラで今の環境キャラを倒していきたいって方には、この防御力無視で大ダメージを与えて、なおかつ振動でサンドバッグにするっていうコンボが決まると楽しいと思います。はい、というわけで第5位、世界を滅ぼす力でした。はい、続いても第5位なんですけど、熊の衝撃ウルスシュショックですかね。攻撃力516とさっきの白ひげと全く同じ数字なんですよね。もうぴったり賞です。ということで5位が2人になっちゃったんですけど、このウルススショックちょっとかっこいいですよね。これなんかドラゴンボールでなんかありそうな、このなんか気候波を出して遠いところで大爆発っていう感じで、これなかなかかっこいいなって思いましたね。で、このスキルは結構広範囲で相手をまとめて当てれるので、なかなか強いですよね。いやでもこのスキル本当見れば見るほどドラゴンボールの気候波ですね。なんかドラゴンボールのキャラ本当使ってそうですよね、こういう技。いやーこれかっこいいな、これ本当ちょっと使いたくなりますね、リーグで。はい、ということで第5位ウルススショックでした。はい、続いて第4位がゴムゴムのコングオルガン、攻撃力532。あれ、もうここで出てきましたね。これユメルフィーは皆さんの中で優勝候補だったんじゃないでしょうか。僕も1位かと思ってたんですけど、まあ、単発の攻撃力で言うと第4位なんですね。まあ、ただこのスキルは最後の一発だけじゃなくて、このガトリングも全部防御力無視なので、総合的な攻撃力ダメージとしてはもうこのキャラ圧倒的に第1位ですね。で、このユメルフィーはもう元々の攻撃力が半端じゃなく高いので、もうこれで防御力無視とか、もうこんなもん食らったらほぼほぼ死にますよね。まあなので皆さん、このスキルだけは食らわないように注意しましょう。おそらくこのスキルはもうバウンティー界で食らってはいけないスキルトップ3には入ると思います。はい、ということで第4位はユメルフィーでゴムゴムのコングオルガンでした。さあ残り3人誰でしょうかね。はい、続いて第3位に輝いたのがゴムゴムのエレファントガン、攻撃力555、ルフィ太郎ですね。なんとあの超フェスユメルフィのスキルを抑えて、この工場キャラであるルフィ太郎がトップ3に躍り出ましたね。で、このスキル本当に優秀で無敵なんですよ、このスキルで。無敵かつ川渡りもできるんですよね。
まあ、原理は桃源戸塚と同じで、向こう岸に相手がいればその相手にタゲ合わせてスキル打って相手の頭上から攻撃するっていう原理ですね。このスキル多分防御力無視のランキングの中じゃ一番優秀ですね。はい、ということで第3位ルフィ太郎でゴムゴムのエレファントガンでした。はい、続いて第2位に輝いたのが隕石落とし攻撃力603一生さんですね。この隕石落としもかなり変わったスキルですよね。もう時間差で相手に攻撃するって、まあ、ちょっと設置型に近いような使い方ですかね。まあ、このスキル食らった時に、ワンパンって思った時があったんですけど、まあ、ランキング調べてて、この攻撃力の高さは納得でしたね。ああ、そりゃワンパンされるわと思いましたね。ただ、このスキル威力が高い分、当てるのがちょっと難しそうですよね。見てて避けやすいかなとも思いますし、まあ、当てるのはちょっと工夫が必要そうですよね。これ屋根のあるところで屋根の下から発動したら屋根の上の敵が狙えるので、まあそういう当て方をした方がいいんじゃないでしょうか。あ、このスキル本当エフェクトかっこいいですよね。他のゲームでいうメテオですよね。いや、かっこいいな、本当使いたくなりますね。はい、ということで第2位は一生さんで隕石落としでした。はい、では第1位に輝いたのがアロサウルスの強襲攻撃力611ドレイクさんですね。このスキルが1位っていうのは誰も想像できなかったんじゃないでしょうか。このスキル、まあ避けやすいといえば避けやすいんですけど、まあ、吹っ飛ばしもついてるので、まあ、巻き込めばですね、ほぼ全員大ダメージ与えて、なおかつ吹っ飛ばせるみたいな、そういうスキルですね。で、このドレイクさんはアタッカーなので、もうブースト中にこの技食らっちゃえば、まあもうほぼワンパンですね。で、まあ知らない方は注意してほしいのが、このスキル無敵なように見えて、全然無敵じゃないんですよね。まあ巻き込まれれば吹っ飛ばされるんですけど、おでんのガンもどきみたいに無敵で相手のスキルを避けるっていう使い方は残念ながらできないですね。まあこのスキルが無敵だったらこのドレイクも多分今もリーグで活躍してると思いますね。まあ感覚的にはジャックのマンモスに変身するスキルに近いんじゃないでしょうか。まあどちらにしろ強いです。ということで第1位アロサウルスの強襲ドレイクさんでした。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さん予想的中してましたかね。もう一度おさらいするとランキングはこのようになっておりました。第5位世界を滅ぼす力、同じく第5位クマの衝撃ウルススショック、第4位ゴムゴムのコングオルガン、第3位ゴムゴムのエレファントガン、第2位隕石落とし、第1位アロサウルスの強襲となっておりました。結構このドレイクが1位というのは僕意外でしたね。でですね、オープニングでお話したなんでこの防御力無視スキルがカイドウに対してはかなり効果的面なのかというと、他のディフェンダーって、特性でダメージカットがあるんですよね。例えばこのキッドみたいに体力 70% 以上でダメージ 50% 減少とか、まあ、ダメージカットがあるんですよね。でそれに比べてカイドウはですね、このダメージカットっていう特性がなくて防御力が単純に上がるんですよね。まあそれが本当に厄介なんですけど、今回ご紹介したスキルは防御力無視なので、その上がった防御力も無意味です。もう台無しにしてしまいます。まあそういったスキルなんですよね、防御力無視っていうのは。まあカイドウにこそこのスキルはぴったりっていうのが、まあそういった理由ですね。まあ、なのでカイドウが倒せないって方は積極的に使ってみてはいかがでしょうか。まあカイドウとかディフェンダーに限らずね、このスキルはもうどんなキャラでも怖いので、当たればもうブースト中に当たればもうほぼワンパンだと思っていてください。まあそれだけ強いスキルなので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、それではこの動画はこの辺で終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。
アデュー。